気持ちいいスパに行ってきました。バンコク在住あさこか。私は毎日ミシンとパソコンにかじりついてるからもう体がバッキバキ。それでお友達におすすめのスパ紹介してと言って教えてもらったのがコランブティックスパ。コロナ禍で閉店した店舗もあるみたいなんだけど、2022年11月1日ドリームホテルバンコクの店舗が再オープンということで行ってきました。ドリームホテルの場所はスクンビットソイ15にあって、電車だと MRT スクンビット駅か BTS 麻生区駅から徒歩5分、めっちゃ近くって、旅行者にとってもすごく便利だなと思います。でね、コランブティックスパは3階にあります。なのでホテルの入り口からまっすぐ突き当たりまで行ってエレベーターで3階に上がります。到着したらスタッフの方がすぐにドアを開けに来てくれましたよ。まずここで靴を脱いでスリッパに履き替えます。私はアーユルヴェータトリートメントの2時間コースを受けました。3つのタイプのどれに該当するかっていうのをまず確かめるために問診票みたいのに答えます。紙じゃなくてスマホでねできました。すごく簡単だった。だからタップするだけだから書かなくてよくて楽でした。すごいね、賞も取ってる。ここね、前にインド人のアーユルヴェーダコンサルタントさんが勤務してたんだって。だからね、そういう影響で内容もしっかりしてるって。とにかく私はね、プロの施術を受けたいのよ。まあ誰でもそうだと思うけど。お部屋に入りました。ベッドが2つある、2人で受けられる部屋ですね。一通りの流れの説明を受けます。ボディをやった後にシロダーラっていうヘッドマッサージ、これが気持ちいいのよ。ピアスと指輪も外して、5分って言われたからね、ちょっと焦ってる。脱いで羽織るだけだからもう5分で十分なんだけどね。基本的なことなんですけど、お部屋はね清潔で綺麗でした。このね奥の宇宙船みたいなのシャワールームね。そう、シャンプーがすごいいい香りだった。最後ここで髪を乾かしてメイクもここでやります。髪の毛はシャワーキャップに入れて、でガウンの下はね肌感冒なんだけど、パンツ1枚ね、自分のじゃなくてお借りしてるいただいたパンツ、いただいたっていうかまあ使い捨てねこの時点でまたふわーっていい香りがして、足をきれいに洗っていただいてます。気持ちいいよね。聞こえる？この音楽。まずはうつ伏せになって足から、もうすっごい気持ちよかった。ほんと気持ちよかった。もうこれ自分を喜ばす最高のご褒美だよね。毎日頑張ってる我々はこれを受けるに値するって。それで上半身ね、私はねこれ横向いてるんじゃなくって、この頭のとこ穴が開いてて真下を向いてます。いいなーって、これさ、これ私なんだけど、いやもう今行きたいよね。またもうすぐもう行きたいね。これもう肩すごい気持ちいいの。もう圧の強弱もすっごい完璧で、もうねちょっとやってもらった段階でね、もうすごい安心できた。2時間だからね。これもめっちゃ記憶に残ってる。すごく気持ちよかったの。手が気持ちよかった。それで裏側が全部終わったらひっくり返って、今度表ね、表っていうか何、仰向けでまた全部やってくれましたね。
いやー、いい仕事するためにはさ、体のメンテナンスって絶対必要よね。ここってね、ほんと端折っちゃいけないと思う。でさ、私アーユルヴェーダートリートメントっていうのはね、やったことがないんだけど、今回初めてだったんですけど、白ダーラっていうのがね、ちょっと楽しみにしてました。で、体がさ、頭から股のとこまでチャクラが7つあるじゃない。で、この頭の中にある第3の目って呼ばれてる何番チャクラか分かんないんだけど、そこをね、そこにめがけてオイルを垂らして刺激するんだって。やっぱりバランスが取れてるっていうのは大事なことだと思うのね。体もそうだし、心の状態もね。食生活、運動、睡眠、もうこの3つはね、本当に基本中の基本なんだけど、それからオイルトリートメントっていう方向からのアプローチで、こういうふうにバランスを整えてくれるっていうのも、すごく自分を大切にするっていう行為だよね。ついつい毎日忙しくてさ、もう美容院ももう何ヶ月も行ってないとかってなりがちなんだけど、こういうところは本当にね、エネルギーをまた貯めるっていう意味でも、端折っちゃいけないって本当行くたびに私思いますよね。まずは自分を整える、体も心も健康な状態を保つ。そうしないといい働きが出せられないもんね。専業主婦でも同じよ。これが白ダーラに使うオイルを入れるところね。体も精神もね、壊れる前にきちんと丁寧に手をかけてあげたいと思います。でね、最後にこうやって起き上がってもマッサージしてくれて、これが嬉しかったですね。あー、いつ終わる、あー、いつ終わるっていうのにちょっとビクつき始めた頃ですねもっとやってほしいみたいな、もう2時間もやっておいていただきながらね。でも本当に気持ちよかったです。本当ね、毎日バッタバタであっという間に過ぎていくんだけど、まずね、もうパッて予約を入れちゃうこと。私もね、そういう風にしてる。マラソンもね、パッて申し込んじゃった。申し込んじゃって予約を入れちゃえば、もうその日が来たら行くしかないから。そうやってね、もう無理やりってわけじゃないけど、先にもう日にち決めちゃうこと。それでもう行かなきゃいけない状態にする。そして行ったら絶対よかったと思うから。すごく大事なことなんだけど、やっぱり後回しにしちゃいがちなのよね。だから日にち決めるって大事よ、やっぱ。で、髪の毛はね、オイルでベッタベタになるので、 2,3 回シャンプーで洗わなきゃいけないんだけど、私はね、髪が長いからちょっと洗うの大変だった。しょうがないけどね。スパとか美容院とかネイルとかさ、そういうところに行った後ってなんかすごく満足感で満たされない？やっぱり自分のことを大切にした、自分に集中した、自分に手をかけたっていうところで、自己肯定感も上がると思うわけ。まずは自分を一番大切にすること。それで自分がすごく幸せでハッピーになってからじゃないと、人のことは幸せにさせてあげられないから。お金がもったいない、時間がないとかじゃないのよね。ごめんね、私ね、今針金矯正してるから、ちょっとお口の中を堂々と映したくないのです。ハーブティーもドラゴンフルーツも大意って感じですよね。スタッフの方はすごく最高でした。最後に行き方をおさらいしときます。私はね、 BTS の麻生区駅から行きました。一番出口を階段で降りて180度後ろ側に向かって歩きます。右側にウェスティンホテルがあって、その前を通り過ぎてスクンビット通り沿い、このソイ17を越してソイ15まで来たら右折。あとはずっとまっすぐ行けば右手にドリームホテルバンコクが現れます。暑い日に歩いてもそんなに嫌な距離じゃなかった。汗だくにはならなかった。あ、暑い日っても一年中暑いけどね、一年中歩けます。2023年4月30日まで特別価格でやってるから、一回行ってきてほしい。詳細は概要欄を見てください。リンクも貼っときます。チャンネル登録もよろしくお願いします。高評価とコメントもお待ちしています。